本級、オペブを輸入し、4隻は、ヒンドースタン造船にて建造し、合計7隻が建造された。本級からの派生型として、インド沿岸警備隊のサマル級巡視船,船が6隻、建造されている。2000年に5番艦砂流が、スリランカ海軍に売却され、スリランカ海軍の機関、サユラとなった。また、P51、スバドラは、後部ヘリコプター艦艦上に、 プリット B3 弾道ミサイルの発射システムを搭載し、ヘリコプター格納庫を弾道弾格納庫に転用している。2003年3月10日、スリランカ東240海里の公海上で、サユラが国旗を形容せずに航行していた、LTTE の商船を撃沈する武力衝突事件が発生しており、その後も LTTE の武器輸入の阻止活動を行っている。また、 2001年のインド海軍の観観式には売却されたばかりのサユラが参加した。ウィキメディアコモンズにはスカーニャ旧小会館に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。